スニーク演者の速度を調べるで。ほんまですか？皆さんどうも、ギョロピョンキョリーやテンソピーです。誰？今回はマイクラ 1.19 で追加された便利なエンチャントの性能を調べてみます。そのエンチャがこちらで。スニーク速度上昇。まずこのスニーク上昇エンチャは、ウォーデンが潜んでいる古代都市のチェストの中に入っています。そしてエンチャがつけれる装備はブーツじゃなくてレギンスだぜ。ほんなら、どれだけスニーク速度が変わるか、やってみよう。それではこの20ブロックの20メートルの距離をスニークで渡って速度を測っていきます。それではまず何もつけてない状態いくぜー。でで15秒。続いてスニーク速度上昇レベル1をつけていくぜー。でで10秒。次はスニークレベル2でいくぜー。次にレベル3でいくぜでで6秒最後にレベル3プラスビーコン効果マックスでいくぜでで4秒ということでスニーク上昇エンチャは最強です。みんなも試してみてね。バイバイ。